ユーディの光を作動させたアベンジャー雷撃機と通常の同期ユーディの光は機体の下部を照明によって照らし出して明るくし地上や海上から空中の航空機を見た場合に背景となる空と同じ明るさにして光学的なステルス性を得るという方法を第二次世界大戦中にドイツ海軍の U ボートへの攻撃任務についていたイギリス空軍のショートサンダーランド飛行艇によって 用いられて成功を収めた。1945年にはアメリカ海軍のアベンジャー来撃機によって用いられ、戦場からは約1000メートルに近づくまで発見されなかった。その後のレーダーの発達でこの技術は使用されなくなったが、近年のステルス技術の発展によって再び関心が寄せられている。カモフラージョ・オブ・シー、サーチエアクラフト。 ビジビリティスタディーズサムアプリケーションズインザフィールドオブカモフラージュオフィスオブサイエンティフィックリサーチデベロップメントナショナルディフェンスリサーチコミッティピアニッシモ二百二十五二百四十二千十三年二月十二日閲覧ソーンジエフーズユーディアーカイブ。org 二千十五年六月十日閲覧。 ハンブリング、デビット、クロークオブライトメイクスドローンインビジブル。ワイヤード、http コロンスラッシュスラッシュ www.wired.com スラッシュ dangerroom スラッシュ2008スラッシュ05スラッシュ invisibl e-trone2013 年2月24日閲覧。ありがとうございます。